はい、こんにちは。日本改革と靴沢です。みそら様、お手紙いただきました。ゴロゴロク様、芝和夫様、郁夫様、玉楽三郎様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして誠にありがとうございます。ありがたく頂戴して政治活動資金に活動させていただきたいと思います。河野太郎に訴えられている裁判で、取り下げはですね、原告が一方的に可能なんですけど、それは始まる前の話。始まっちゃったらもう原告が一方的に取り下げはできない。こちらの合意が必要。一方的に取り下げできる期間は終了しちゃってんで、もう始まっちゃってんで、現在はですね、こちらの同意がないと取り下げできない状態であります。当然こっちは同意なんかしねえんですけど、徳永新一弁護士にですね、X で、Twitter でですね、請求の放棄ができると教えていただきました。どうも調べたらですね、請求の放棄イコール原告側の無条件降伏、つまり請求をやめる、謝罪していくら払えっていうのをなしにする。で、裁判も終わっちゃうって言うんですよ、その瞬間に。何も要求がねえからっていうことで、裁判も終わっちゃうっていう最終手段があると、徳永弁護士に教えていただきました。って思ったんですけれども、これ原告側の無条件降伏らしいんですよ。請求取り下げって、放棄、請求の放棄って、弁護士としてはできればやりたくないことらしいです。ですけれども依頼者である原告の本人、河野がやる気なくしてもういいやっていうのは、無条件降伏でも何でもいいや、終わっぺってなったら、弁護士は放棄しなければならないらしいであります。とある弁護士さんのブログから、原告が請求の放棄、無条件降伏を言い出したら、弁護士的にはそれを回避すべくですね、被告に請求の取り下げの合意を求めてくるであるとか、つまりそうじゃなくて取り下げ狙いで取り下げに合意してくれませんか、被告に求めるであるとか、請求額を下げる、つまり請求の一部放棄、1000万円よこせって言ってたとこ、じゃあ500万に下げましょうかとか、金はいらないから謝罪しろっていう請求だけ残しましょうかっていうことを原告にですね、納得してもらうとかをするそうであります。弁護士さん的にも、無条件降伏、全面降伏は嫌と、請求の放棄した経験が1回だけありました。この弁護士さんブログには書いてありました。裁判で取り下げに比べて請求放棄は激励案件だそうであります。そりゃそうだよね。訴えといてよ、胸ぐらつかんどいてよ、途中でもういいですってさ、言いがかりなんすけつけといて、胸ぐらつかんどいて、じゃあいいですって言って逃げるようなもんすもんね。明日21日第3回口頭弁論括弧非公開あります。また経緯をお知らせいたします。安倍総理襲撃犯人山上徹也43歳、完全に責任能力があるという精神鑑定結果が出ていたことが判明いたしました。弁護士が再鑑定の請求しなかったことも判明。弁護側ももう無理だな、諦めた。世論です。銃を作れるんだからそりゃそうだろう、明らかに計画して狙ってるから責任能力で争うのは無理だと思う、死刑や無期懲役は難しそうかな、無期は確定やろ、なんでこんな時間かけてんの、世間が忘れた頃に消そうとしてんのか、山上側は責任能力争点にしてないのにここまで引き伸ばすのがおかしいだろう、2年も何やってたんだ、で弾は見つかったのか、来月7月8日で丸2年経過だそうであります。2年間で精神異常なしって結果しか出てないですかね、これね。裁判官が判決出すの嫌がってね、自分の定年まで引き伸ばす気じゃないだろうね、で後に任せてって引き伸ばして引き伸ばして自分が定年するまで、山上の極刑を望むこちら側と政治扱いのパヨの両極端いますんで、
どんな判決出てもですね、どっちかが騒ぐでしょう、軽ければ軽いでこっちが騒ぐし、重ければ重いでパヨが大騒ぎと、河野太郎裁判もですね、次が明日が3回目の非公開口頭弁論、私は準備のための事前協議って思ってましたけれども、双方の言い合い始まってんですよ。もう非公開なだけでもう裁判始まってる。なんで非公開でもう3回まで進んじゃってんだって話なんですけど、弁護士さんによれば4回目5回目もあり得る、非公開でっていう話なんで、なんでなのっていう話なんで、裁判官が傍聴席の混乱を恐れている、多数の傍聴が見込まれるので大法廷でやれって言ってるようであります、なので非公開でですね、どん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 進めてる節ありまして、で公開でやるのは最後のね、判決言い渡す時だけみたいな、被告の本人、私の尋問もあるそうなんで、それはまさか公開なんだろうな、それまでまさか非公開じゃねえんだろうな、っていう感じなんですけどね。山上の量刑はですね、それぞれが勝手な予想を投稿しておりました。初犯で被害者1人だから15年であるとか、民主主義の根幹を脅かした重大事件だから極刑であるとか、いいとこ向き懲役などなど、一体いつになったら本格的に始まるんですかね。こういうとこがですね、司法の不信感を高めてですね、もうAI にいっそ裁判官やらせろ、んな恣意的な判決出してって言われちゃう原因なんですよね。8月31日から9月1日放送予定、日テレ24時間テレビ、今年のテーマは愛は地球を救うのか。何十年も救うでやってきて、何百億円も集めてきて、今更それないんじゃないの、んな疑問系って、去年発覚した募金横領ですね、女子アナが泣いて、謝ってたみたいなんですけど、社員に押し付けてないで、そういうのは社長がやるべきなんじゃないの、そういう社長謝罪とかは。世論です。存在意義への疑問、まだこれ続けんの、単なる周期イベント、結局やんの、いい面の皮だね。募金着服は日テレを救う、お前らが言い出したことに疑問呈してどうすんで、そんなことより大谷に謝った、どうやってくすねようか、そればかり考えている。愛は地球を救い、募金は社員が盗む、日テレに募金するやつがバカ、日テレは原作漫画家を殺すでいいじゃん、本当に反省してるなら今年はやらないよね。日本海テレビ幹部着服、救助に問題、セクシー田中さん原作者自殺問題、大谷出禁問題の40区でですね、日テレと24時間のイメージ低下、出演者が見つからないって週刊誌記事ありましたが、今年もやるってことはなんとか見つかったんですかね、出演者。募金泥棒の再発防止策としてですね、一つ、募金活動における新たな規約の策定、まあ詳細は不明なんですけど、実務を専門業者へ委託、まあ詳細不明なんですけど、募金活動のモニタリング調査、詳細不明なんですけど、不正通報窓口の開設、詳細不明なんですけど、どこにどうやって何箇所ぐらい作る、手段はこうみたいな、以上の4点発表してるんですけど、いちいち詳細不明なんですよね。新たな規約っつっても内容がわからんし、新ルール作ったって守る気あるかどうか全然わかんないし、委託業者の選定基準は何だってのも不明だし、その業者が一緒になってグルになって横領してたらどうなんの、愛は地球を救うのか、なぜに疑問系、何十年もやってきた己の所業がですね、今更ながら疑わしくなってきたんですかね。日テレに募金するのがバカって投稿ありましたけど、全くその通りだと思いますよ。日本海テレビ幹部は8年間以上着服を続けてた凶悪常習犯だっちし、処分も発表されておらず曖昧だし、刑事事件になったかどうかも不明であります。こんなの単なる泥棒でしょうよ、牢屋にぶち込むのが筋じゃねえの。今月27日開催の総会で
ここら辺質問してくださいよ、株主さん。何十年も救うでやってきて、今更救うはないだろうとか、横領の犯人は警察沙汰になったのかであるとか、番組で使うお揃いの T シャツのデザインはスタジオジブリだそうであります。いつの間にかスタジオジブリ、日テレの子会社になってました。それじゃ断れないわな。今日10時30分ごろ、立憲民主党が内閣不信任案提出、やってる感出すための恒例行事ですね。本当に改選されたら困るんで、恐る恐るって感じですかね。世論です。いつもの反対多数で否決、また連発すんのか。党首討論でボコボコにされた仕返し、都知事選とかぶせれば否決されるやろうの精神、こういう意味のないパフォーマンスもうやめろ。不信任案って出したらなんか得あんの？出せばやってる感が出せるよ。定番の儀式みたいなもんだから、いちいちニュースにするな。報道すんな。恒例行事なんだから、ニュースにせんでもええですね。これ見て喜ぶのは、頭がおかしい立憲支持者ぐらいで、一般はまたか、としか思いませんよね。立憲支持者だってもうどうだかわかんないですよね。本当に解散されたら困るから都知事選にかぶせた、それはありそう。泉健太、党首討論でですね、岸田総理に具体的な政策出せ、憲法議論するなら国会止めるなんて二度と言わないって約束しろって散々怒られたそうであります。これの仕返しで内閣不信任案出したんですかね。腹話術人形系の顔して恨みがましいですね、泉健太ね。腹話術なみたいな顔だと恨みがましくないって根拠は全然ないですけど、児童に接する仕事に就く人に性犯罪歴がないか確認する制度、日本版 DBS 法案が全会一致で可決。DBS って何の頭文字なんだかわかんないですけど、性犯罪前歴照会制度みたいな、日本語で言ったらね、そうなるのかな。サドルに液体かけるのが大好きな共産党も賛成したのか、意外だな。禁錮刑は刑の終了後20年間照会できます、罰金刑は10年間照会できます、だそうであります。世論です。性犯罪者マップとか作って一般公開してよ。よく日共産が抵抗しなかったな。令和共産は反対するかと思った。職場の人が謎の退職をする流れ、珍しく国民にメリットのある法案が通った。やばいやつが保育士になるとか恐ろしいから、これは絶対に必要。性犯罪だけでなく凶悪犯罪は全て対象にしなさいよ。10年ぐらい経過しても本性は変わらないのでは。再就職の道を立てば抑止力になる。性犯罪者は再犯率が高いですからね。今までなかったのが不思議。児童に接する職場しか情報見れないんですかね。性犯罪歴は見れるが、その他の犯罪歴は載ってないんでしょうかね。全ての職場が全ての前科を見れるようにすることはできなかったんだろうか。イギリスを手本として作った法律だそうなんですけど、イギリスではですね、全企業が全前科を見れるんだって。児童を扱う職場は性犯罪の前科者を雇うと職場が罰せられる厳しい対応。イギリスでは、雇っただけで罰則、罰せられる。そんだけ被害があったってことでしょうね。保育園やら幼稚園やら学校で児童の性犯罪被害があったってことでしょうね、職員によるね。今日の単身です。新潟県上越市中川市長、企業誘致について聞かれ、従業員の多くは工場勤務で高校卒業レベルであり、企業誘致で頭のいい人だけが来るわけではない。学歴差別発言し炎上。後で発言を撤回、謝罪に追い込まれました。こういう学歴でしか判断基準がない人は、自分より学歴が上の人にはひれ伏して土下座すんすかね。この口の軽い市長より地頭いい人たくさんいそうだけどね。辞めた川勝静岡県知事の、毎日野菜
毎日毎日野菜を売ったり、あるいは牛の世話をしたりとか、あるいは物を作ったりとかということと違って、基本的に皆さんは頭脳知性の高い方って県庁職員に行っちゃって非難合合になってたのを思い出します。これを思い出した方多いらしくてですね、ああこれは川勝2号ですわとか、こいつが新潟の川勝か、意見多数でありました。岡山地裁、万引き G メンが勤務中に万引き、63歳男に懲役1年の実刑判決。実刑の理由として、保安員なのに何やってんだ、窃盗の前科があると説明。仕事の権限を利用しちゃダメですよね。そうすると警察官が犯罪を犯すとですね、警官なのに何やってんだって理由で他の人より刑が重くなりそうですね。窃盗の前科がある人を万引き G メンに雇っちゃダメでしょ。前科黙ってて確認しようがなかったんですかね。これも全部の前科見れるようにすりゃいいのにね。コーヒー大手 UCC グループ調査、アイスコーヒーを冷凍と呼ぶ人は関東では 0% 関西の60代で1割程度、20代は 0%、ごく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 少数派みたいであります。関西以外では多分通じないですよね。関西電気保安協会の CM、 ある日突然関西人になっていた旧姓関西人がですね、冷凍2つって注文するシーンがありました。 YouTube で動画見ました。14日から19日の間にサウジのメッカで行われたハッジと呼ばれる大巡礼中に最高気温 50.8 度を記録し、数百人が熱中症で死亡。すげえな、 51.8 度。これ表外出できないぐらいのレベルじゃないの。生も死も生きるも死ぬも全てアラーのおぼし飯ですね。こういうので亡くなったのは京都にとっては名誉なことなんですかね。51.8 度になったのもアラーのおぼし飯だし、そういうさなか巡礼に行こうって思ったのもアラーのおぼし飯だし、でそれで耐えきれなくなったのもおぼし飯だわなーいう感じでね。こういうのは名誉なことなんですかね。暑い中にもでも巡礼に行って、倒れたが、そこまでアラーの信仰が深い立派な人ってこういうのはなるんでしょうか。わかんないですけどね。チャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。